漁夫が一切ないチート同士の真っ向勝負で、スピットファイアとセンチネルなんですけど、お互いにまあセンチネルのまあ必勝が鍵になってくるかなと。だってこれチャージしないんですね、センチネルね、これね。知らないんじゃないですかね、チャージの仕方ね。いや、チャージしたらいいんですよね。誰もチャージしないから。ボタンの割り当て知らないと思うんですよ。いや、それは本当にある。いや、本当にある。全然あるんだよな、それ。あ、これを詰めてきたね。左から落としてる。あ、これ下か下じゃないですか。これ、この音下か。この音下だな。ああ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 ああああ落としお前か。もう、どれにダメだ、これ。落ちたことを確認して歯茎出しまくりで詰めてくる。エイバー上手くなっても立ち回りは上手くなってない。地下に吸い付いてますね、これ。いや、今地下に吸い付いてますね、これ。いや、ちょっと待って、これもう情報が多すぎて処理できまして。だって あんなところで落ちたこと多分まともなプレイだったらないでしょ。エネチョとかだったらよく聞くけど。あー、床下に座れてる。床下に座れてしまう。このジレンマてか、パスファインダー展開してくる。いやー、チーター対チーター見れるかと思ったが、まさかの大トロール。いや、許されないことになってる。いや、もうこれはこれはもう擁護できん、マジで。